そうですね、これからデフレの時代ですね、いろいろこう経済的にも問題があるとは思いますけれど、どういうふうなことを物差しとして、生きていったらいいのでしょうか、こういうことですね。そこでですね、まあ、質問はいわゆるこうどうやって生きるかと、こういうことですよね。うまく生きていくかと。結論から言うとですね、それを教えられているものが仏法と、こういうことです。だから、仏法っていうのはですね、不景気だからこそ必要なんです。まず結論から言うと、じゃあどうしたら豊かに生きていくことができるんでしょうかと。仏法でですね、世の中をどうやってですね豊かに、生きていくためにはどうしたらいいのかということを仏法ではどのように教えられているかと言いますとですね、これがポイントですね。丸いお風呂があった時にですね、あったとしてですね、その丸いお風呂のお湯をですね自分の方へ、たくさん引き寄せていくためにはどうしたらいいのかというとですね、その丸いお風呂に入ってお湯をですねこう前に出す、ね、お湯をこうやって前に出す、前に出す、ね、そうすると回り回って自分が豊かに自分の方にお湯が来る、これが普遍的な法則なんです。いいですかね。ここがポイントなんですね。まず丸いお風呂に入って、ね、どういうふうにですねこの世の中を生きていったらいいのかと。それはですね、ちょうど丸いお風呂に入ってこう前にですねお湯を押し出すようにしていくことが必要なんです。前、前、目を外に、ええ、そういうことじゃないです。いわゆるお湯をっていうことは、自分が欲しいものを私たちは自分の方へ、自分の方へと引き寄せようとするんですね。だけどそうじゃなくて、自分が求めているものをまず相手に与えてあげる。自分が求めているものをまず相手に与えてあげる。そうすると回り回って自分が豊かになる。ここでポイントなのはですね、ここで流すものは、その流したものが返ってきます。例えば健康になっていただきたいという気持ちで流すと健康になるという結果が返ってきます。自分がね、いいですか。幸せになってもらいたいという気持ちで流して、相手を幸せにしてあげると自分が幸せになれます。今の質問は経済的にどうやって生きていったらいいですかという質問ですから、相手が豊かな暮らしができるようにしてあげるとってことなんですね。お金が返ってくる。どうしてそういうことが言えるわけなんですか。はい、つまり、はい、その相手を健康にしてあげようとしたならば、はい、その結果が自分に返ってくる。そうですね、相手に健康にしてあげたいと思ったらどうします。まあ、体にいいものは困難がありますよとか、はい、紹介をしたりとかですね。でも紹介をしただけでは相手は健康になります。相手を健康にさせてあげるっていうことは、自分もまず勉強するんですね、健康について。そして自分がまず試してみる、どうしたら健康になるかということを試してみる。そして自分が本当に納得できたもの、確信が持てたものを進める。そして相手がそれによって健康になる。でもそれはそのまま自分が健康になってるってことですよね。なるほど。はい、世の中ビジネスですね、はい、まあ、今まで結局その
まあ、金持ちっていうのは逆に貧乏人から金をですね、はい、取って取って取りまくった人が幸せになって、はい、要は支援でまだ出さない人がね、はい、幸せになるっていうような、ね、イメージもあったりですね、はい、逆にその貧乏人の人は騙されてどんどん出して、はい、それを騙されるっていうのがあったりしますよね、はい、で結局その、まあ、あのお金をお金が大きいなってなら場合もないしお金をあげると、はい、かかったら回ってくるというふうに極端なことを言えば、はい、聞こえてしまうんですけれども、はい、まあ、とにかくその見返りを期待せずしてでも仏法精神はなんかそのリターをしていくようなイメージがもともと持ってるんですけれども、はい、まあ、その辺って多分本質的にちょっと分かってないような気がするんですけど、ですね、まずここで貧乏人になっている人はどういう人かというとですね、はい、求めているものと押し出しているものが違う人なんです。わかります？相手にしてあげていることと自分が求めているものは違う場合はですね、それは、貧しくなります。具体的に例えばこれを飲んだら健康になりますよと言って何かを勧めるとします。それをあなたが買うとマージンが私に入ってくる。そうすると私が求めているのは何？お金ですね。相手に与えているのは健康、はい、これ嘘つきって言うんです。これは相手を騙しているってことになるんです。これはやってはいけないことなんです。つまり豊かになれない。つまり相手に勧めていることと自分が求めているものが違う場合はですね、それは返ってこないんです。その無償の奉仕、そのボランティア、相手は幸せになりたいって思ってあげたならば自分が幸せになるっていうような一致してる気がするんですよ。そのビジネスはなんかそれ相手に何か提供するからに、はい、お金っていうものを獲得するために、いやだからビジネスの場合はですね、はい、相手が経済的に豊かになって初めて自分が豊かになるってことなんです。そこにピンとあります。そうそうそう、だからビジネスパートナーがね、豊かになって初めて私が豊かになりますよってことです。だビジネスで言ったならば自分がどうしたら豊かになれますかと、それは自分のビジネスパートナーが経済的に豊かになるようにいろんなものを提供していくということですね。その結果相手が経済的に豊かになれば私も豊かになれます。ビジネスの場合はその物差しですね。その物差しが一番いいということですね、はい、それ以外は結構外れてるということですね。そう、つまり相手が自分よりも、つまり相手がまず豊かにならない限り、ね、利用してやろうとか搾取してやろうとかするとそれはよくない。違うんです。はい、搾取してやろうとなると自分のものにやってきたお金がですね他のところに流れていくんです。奥さんのところ、子供のところですね。自分、いわゆる人のものを奪って自分のものにした場合ですね、それは本当に自分のものにはならないというふうに仏教では説かれるんです。それは自分のものに一時なったとしてもそれが奥さんの方へ流れていって無駄遣いに使われる、ね、子供さんの方に流れてですね無駄遣いに使われる。非常に良くないんですね。そうじゃなくて、いわゆる相手を経済的に豊かにしてあげよう、これが大事っていうことですね。で、相手に与えたものが自分に返ってくる。だから相手が豊かになれば、経済的に豊かになれば自分も豊かになるんです。そこでポイントなのはこの相手が大事なんですね。この相手がいわゆるお風呂で言ったのがね、穴がいっぱい開いてるね風呂釜だとすると、相手の方に豊かにしてあげようとお湯を入れれば入れるほどお湯がじゃーっと流れてくる。こういう風になってしまう。つまりこの相手をちゃんと選ばないといけないんです。誰でも彼でもいいってことじゃないんです。つまりこの人を豊かにしてあげようと思って流すとちゃんと返ってくる人にあげないといけないんです。ここからまた外へ流れていく人にその豊かにしてあげようと思ってお湯を流せば流すほど出ていっちゃうんです。人を選べと。そう、それでこういう外へ流れる人って決まってるんです。どういう人かっていうと、極
虚栄心の強い人なんです。だから虚栄心の強い人を豊かにしてあげることは、自分の財布からどんどんとお金が取られていくように思ってください。それはなぜかもうちょっと詳しく教えてください。どうしてそれが虚栄心の人にそういうことをしたならば、はい、帰ってこなくなるのかっていうのをちょっともうちょっと詳しく教えてください。つまり虚栄心の人っていうのは目が外に向いてるんです。外の人に認めてもらうためにお金を使うんですよ。だから虚栄心の強い人にお金を豊かになるように一生懸命教えてあげたとする。その豊かにしてあげたお金の一部が私に流れてきて豊かになるんですよ。結論から言うと、それ相手を豊かにしてあげた、その豊かにしてあげたものの一部が私に流れてきて、結局私は豊かになる、経済的にね。ところがその虚栄心の強い人っていうのは、相手を豊かにしてあげても、そのお金がですね、虚栄心を満たすためにいわゆる使われていっちゃうんですよ。ブランド品を買ったり、ベンツを買ったりとかですね。しかも私に喜んでもらおうじゃなく、外の人に喜んでもらおうと、その使っちゃうんです。例えばこれが一つの会社だとしたら、会社の社長、ね、専務だとすると、社長にいくら、ね、豊かにしてあげようと会社を盛り立てたとしても、会社の社長は疑音顔料をするとかね。それでこういわゆる愛人を作ってね、そこにこうロレックスの、ね、腕時計をあげたりとかですね、ブランド品を買ってあげたりしてですね、結局お金が外へ、留守へと流れていっちゃう。これはいわゆる仏教っていうのは、財政っていうのはですね、これ一つの財政みたいなもんなんですよ。相手を豊かにしてあげるというのは財政。その財政というのは、その相手を選ぶんです。つまり自分が豊かになりたいと思ったら、相手を選ばないといけない。例えば私は仏法を伝えてますっていうね、人で会ってるんですよ。その人がこう浪費癖がある、あの建物を買うとかねあの絵を買うとかね、あの美術品も欲しいぞとかね、そういうような人だと、どんどん外に流れていっちゃうんです。どんなの上げても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 流れていっちゃうんです。がっかりですね、それ、はい、それはいわゆる、虚栄心の強い人なんですね。上げてる人は良くない。確かに、いわゆるこの人が本当に必要なもの以外は買わないという人じゃないとダメなんです。で、必要なものならいいですよ。つまりお金っていうのはですね、これ使い方に2種類あって、生きたお金の使い方と死に金っていうのがあるんですよ。で、生きたお金を使う場合ですね、これ100万円のお金で生きたお金を使うと100万円以上になるんです、価値として。死に金を使うと当然ゼロですよね。こういう考え方なんです。だからその人が必要なところにお金を使うのは、そのお金を生きた使い方をしているので、増やしてくれているのと一緒なんです。だから相手が生きたお金を使っている限り、私の出したお金は決して消えないんです。それ貯金されているようなもんなんです。で、やがてそれが放出されて自分の方へ返ってくる、こういうことですね。だからこの人を見ないといけないんですね。自分が豊かになりたいと思ったら、相手を見ないとダメです。いわゆる丸いお風呂の話ですね。自分の方へ豊かになろう豊かになろうと、こういうふうにやっても豊かになれないんですよ。法則から言ったら、誰かを豊かにしてあげないと自分は豊かにならないですよっていうのが法則なんです。ところが豊かにしてあげたい相手っていうのは選ばないといけないんです。誰でもいいわけじゃない。虚栄心の強い人はダメなんです。だからたくさんあげればいいってことじゃなくて、その人が生きたお金が使えるようになってないとダメなんです。生きたお金っていうのは、そのお金の価値をいわゆる別のものを買うことによって増やしてくれる人が、1万円のものを使ったら1万円以上のものにしてくれる人なんです。
だからそれができない人ならば教えてあげないといけないんです。生きたお金の使い方をできるようにしてあげないと。じゃあ生きたお金ってどうしたら使えるようになるかって言ったら、整理をしていくことによってですね、身についていくんですね。だから最低限ですね、整理ができる人じゃないと豊かにする価値はない。ビジネスパートナーとしてですね、整理ができない人はね、良くないわけです。思いつきとか、はい、野生の感とかありますけど、はい、そういう話じゃなくて、はい、やっぱりそういう、そう、やっぱり整理と共鋭心のない人、はい、きちっとできる人が基本ですか。はい、だから自分はビジネスパートナー、ビジネスをするときはね、ビジネスパートナーがもうポイントなんです。でそのビジネスパートナーのポイントとして整理ができる人と、共鋭心が少ない人、こういう人を選ばないといけないってことです。よく成り上がる人ですね、はい、で人を蹴落として上がっていこうっていうヤクザ的な人いますよね、はい、そういう人はあんまり良くない。良くないですね、はい、それは帰ってこないんです。あ、帰ってこない、自分が幸せじゃない、自分が幸せだから、それはそうですね、奪われるだけなんですね、はい、自分もそうだったらダメですね、はい、それと大乗思想っていうのは一致してるんですか。そう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 、人のために、人を豊か、実際に豊かにしてあげない。だからどれだけのお金を使ったかじゃないんです。どれだけのお金が残ったかが大事なんです。100万円のお金を相手に使ったとした、それを100万円の価値以上にしてくれてる人ならば、お金を渡す価値があるんです。つまり相手にお金を使った分だけ、そのお金をいわゆる価値として増やしてくれる人、そういう人にお金をどんどんと投資していったらいいということですね。こういうことです。なかなかいませんね。なかなかいません。だから豊かになっている人が少ないんです。つまり選ばないといけないんですね。人は人を選ん で今ビジネスの話ですからね。ビジネスっていうのはとにかく人を選ばないといけない。誰でも彼でもいいってことではない。その毛差しは、まあ、相手と共鋭心と、はい、で整理ができる人が結構重要なんですね。そうそうそう、はい、そう、そういう人とビジネスパートナーをして、はい、幸せをしてあげることが自分に返ってくる。そういうことです、はい、その整理ができる人がもう一つのこの、まあ、あの上がってますけども、はい、ちょっともう一つ詳しく教えてもらえます。整理ができる人っていうのは必要なものと不要なものを分けることができる人。必要なもの、つまりお金を相手にこうね、豊かにさせてあげるっていうのは、お金が儲かるようにしてあげるっていうことなんですよ、はい、その儲かったお金をこの相手は何に使うかという基準が整理で分かるんです。整理のできない人は無駄なことにお金を使うんですよ。整理しよくというか、その宝刀というか、まあ、一番これこの共鋭心を満たすためにっていうのが多くいるわけ。そうそう、ブランド品を買ったりとか、絵を買ったりとか、で建物を建てたりとかするわけです。そうでない人は公益のためとか結構理念の高いことをやってるわけです。いや、そのまずそうでない人はですね、やっぱり自分を豊かにしてくれた人を大事にするんです。そうですよね。まずは感謝してくれる、感謝してこう返してくれるんです、はい、こんなに豊かにしたけど返ってこないっていうことはない。結局そのお金がどこに流れてるかがポイントなんですね。内側に流れていくことがポイントなんです。こう流したら返ってくるよ、流したら返ってくるよっていうのが一番理想なんです、はい、だから自分がそういう気持ちで、いるだけじゃなく、相手も同じようにこう押し出してくれる人が理想なんですよ、ね、自分も仏法を信じてる、相手も仏法を信じてる、これが理想。でも仏法を信じていても共鋭心の強い人はダメだ、整理のできない人はダメなんですよ。だから、あ、これから豊かにしてあげようと思う人はまずは整理ができるようにしてあげないといけない。そして共鋭心が少なくなるように持っていかないといけない。なかなかその共鋭心がなくて整理ができる人、はい、そうだと思っていたのに裏切られたというかですね。やっぱり人を見る目というのはなかなか人を見る目っていうのは大事ですね。難しいです。難しいですね、はい、やはり人を見る目を養うのがビジネスでは大事なんです。まあ、自己責任でね、はい、
だから虚栄心ってすごく大事です。虚栄心の強い人は豊かにしてくれた人を絶対に豊かにはしてくれないんです。自分があたかも一人の力でのし上がったかのように見せたい。だから自分を豊かにしてくれた人の存在を妬ましく感じるんです。こういうことですね。三殿という言葉ありますよね。はい。それとはどう関係があるんですか？三殿というのはこれ非常に関係してきます。三殿というのはですね、三年っていうのは、財政をする相手ですね。相手として、こういう相手と財政をしたらいいですよ。怨念っていうのはですね、私がご恩を感じられるほどですね、よくしてもらった人です。ご恩を感じるっていうのは何かもらったからご恩を感じなくちゃいけないんじゃなくて、心で感じる。私がご恩を感じることができるほどやってくれた人は絶対に裏切らないんです。もし裏切ったなら恩を感じないんです。裏切るかもしれないと思ったなら恩なんて感じないんです。私がどんなに相手に迷惑をかけたとしても、その相手は私のことを裏切らなかった人だけに恩を感じるんです。お父さんやお母さんでさえも感じてる人は少ないんです。親にですね、恩を感じることのできる人ってのは少ない。だからそこまでやってくれる人は少ないからです。経済的に支えてくれただけでは恩を感じられないんです。精神的にも支えてくれた人、そういう人を恩伝って言って、めったにないんです。でももしそういう人がいたとしたならば、それはもう施しをするに値する人ですから、ぜひ施しをしてください。何倍にもなって返ってきます。怨念っていうのはですね、もう損得関係ではないんです。もう損得感情でもうね、接してる相手ではないんです。その人と一緒にいることがもう人間として幸せを感じられるような人なんですよ、怨念。だからもうあなたを豊かにしてあげたいっていろいろ施しをしてもね、私はもうあなたと一緒にいることが幸せなんですって返してくれるような人を怨念って言うんです。そんな人がね、裏切ることはありません。ただ怨念っていうのはほとんどいないので、いないと思ってください。次に狂念っていうのは、いわゆる人間として敬うこともできる人。狂っていうのはですね、人間としてのいわゆる人間らしい心を持っている人なんです。狂、人間の心を持っている人、これを狂伝と。それは不正をしたら必ず返ってくる人なんです。つまりいわゆる虚栄心の少ない人を狂伝と言います。それは憧れとは違うんですか？憧れじゃなくて、人間として本当に敬うことのできる人間の心を持っている人。人間の心を持っている人が狂伝。義理人情に話す、義理を話す、なんか 貸したら返して、いや、そういう貸し借りじゃなくて、貸し借りと関係なく、関係人間としての心を持っている。いや、人をですね、お金があるとかないとかで判断しない人、こうなんか偉い人に対して、ああよく来られましたとかですね、こういうことをする人は狂伝に入らない。人をその肩書きとかですね、地位があるとかないとか、お金をたくさんくれるとかくれないとかで判断しない人を狂伝。なんか有名な方がこれ言うと、ああよく来られましたとかね、頭が下がる人は狂伝に入らない。人間として敬うべき人ではない。
そういうね、そういう人によって態度をコロコロと変える。都合がいいとか悪いとかでコロコロと変わる人はですね、朝廷に入らない。そういう人に施しをすると貧しくなりますから、やめてください。で最後、秘伝。秘伝っていうのは本当にかわいそうな人。本当に必要としている人。例えば、今日お腹が空いて何も食べられない。食べるお金がない。それは出したお金をですね、本当に使ってくれる人が正しい。こういう人に施すといいですよ。こういうことです。まあこの場合秘伝は入らないですね。相手を豊かにすると、つまり秘伝っていうのは相手が必要としているところまでは施していいけど、必要としている以上のものを与えた瞬間からその人は秘伝ではなくなるので、はい、返してくれないんです。だから恩伝か教伝、恩伝ってめったにないので教伝になります。教伝って言ったら虚栄心の少ない人。でも秘伝の人に対してもそういった財政とかした方がいいわけ。いいですけど、今ビジネスの話ですから、私が豊かになるためにはっていうことですからね。はい。これ素直に相手にいいことをして善果が返ってくるってことでいいですか。そうですね、はい、それはちゃんと相手を選ばないと返ってこないというのが仏教の教えなんです。ただ心的にはですね、はい、見返りを期待しているということにはならないわけですか。見返りを期待していることにはなりません。これは法則を信じているから見返りは返ってきて当然だと思ってやってるんです。それで実際返ってくるので見返りを期待する心はありません。つまり見返りを期待しないためには法則を信じればいいんです。必ず返ってくるという確信があればですね、見返りを期待する必要はないんです。わかりますかね。はい、それ確信していれば見返りを期待する必要はない。当然返ってくる。じっと待ってたらいいです。じっと待ってればいいと。あ、それは見返り拒否にならないんだ。はい、ならないんです。それは法則を信じてるからです。この善はね、偽善ということにつながって今多分相当固いなんですよ。人のためにやるのはって悪、はい、あので道徳善ぐらいで清廉ですね。でも そんなこだわり必要は逆にない。ないです。これはだから法則さえ信じていれば見返りを期待していないんですね。つまり法則だから返ってくる、当然返ってくるんです。世間でいう成功者は法則を信じて、もう法則を信じてるから見返りを期待する心がないわけだから、あなたから返ってこなくてもいいと思ってるわけ。だって返ってくるという確信があるから、うんうん、はい、そういう人は成功するんだ。あ、そうそうそう、見返りを期待するっていうのは返してくださいねっていう感じでやるっていうことで、そういうのはね、見返りを期待する心、法則を信じてる人は返ってくるということは確信してるからいいよって出せるんです。その代わり人を見る目はものすごいあるんですよ。この人なら大丈夫っていう人しかやらない。こういうことです。分かっていただけたでしょうか。はい、はい、じゃあちょっと休憩したいと思います。